アズ水力発電所市水力発電所は、長野県松本市アズ川市にある、中部電力の水路式水力発電所。最大出力2 2 0 0ット、常時出力5 5 0ットと小型である。かつては、アズ川橋方面から見ると、巨大な円筒形の超圧水槽が大層目立ち、異様を示していた。山の中や山麓にあるのではなく、 平地の集落近くにあるのが珍しい。発電形式は水路式、発電方式は流込み式である。有効落差は18.25メートル。現在の発電設備は1987年3月に更新されたもので、水車は横軸フランシス水車、発電機は横軸三小交流動機発電機1台である。水路と水圧鉄管の接続部となる。 超圧水槽は直径14メートル、最高高さ9.2メートルの大きな円筒形、構築物である。南方の安佐川橋方面から見ると、貸し段丘の上に立地することもあり、かつては極めて目立っていた。発電設備が収められている建屋はごく普通の外観である。安佐川から取水し、水路は次第に貸し段丘の上まで上がる。 800メートルほど西側で暗渠に入り、水路と水圧鉄管の接続部に至る。1944年12月に運用を開始した。ありがとうございます。